Peter! できる。なる。とっても良くなります。ここら辺をお口でちょっと押さえて、もうちょっと離して、してもうちょっと加えて、もうちょっと中に、はい、そのぐらいで、歯で噛まないよ。で、お腹から、うん。行かないとダメですね。いや、まあ、それだけでもない。まあ、子供になれば子供でもできる。できますけど、まあでも3歳で成功事例ある。あります。4歳です、ね。だったらいける。ストローが柔らかかったらね、はい、なるんですよ。硬いストローはなりにくい。ああ、そうなんですね。またこれつけたことでなりにくかったりするけど、練習してください。そうなんですね。じゃあ次はね、シールを貼って、こんな感じで、はい、はい、で、ここを、綺麗な、こういう風に、あー、やって、あ、出た、すごい、出た、それ、それぐらい、もう一回やってんのか、はい、やってね、もう一回。あーできた。あとはじゃあこうやって綺麗に好きなシールとかで、今日誕生日の鳴らしてますよ、ね。あ、そうですか。これってブブゼラってやつですか？私も名前なんて言うんですか？ストローベって言うんですよ。これはストローベって言うんですか？なんて言うんですか？ストローベ。ストローラッパ。ありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃ OK だな。負けないような。
出た出た出た大きめにしてまいります。ラスト冒険玉、さっきだね。いいですか、それ成功したら皆さん拍手と同時にマートマキャンとかスケートが何でもいいです。めちゃうるさいね。